おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。ブルートレイン朝風を買ってきました。今回は編成を少しだけ変えて、寝台特急を盛り上げたいと思います。では、行きまーす。まずは、もう一つ購入します。真ん中の24軽客車を編成に組み込んでみます。どうでしょうか。一両増やしただけですが、なんだか、盛り上がってきましたね。次に、先頭車を変えてみます。用意したのは、右から、BB51、EF58、EF65 です。BB51 にすると、昭和の寝台列車っぽくなりますね。EF58 にすると、昭和の寝台特急っぽくなりました。EF65 にすると、平成の寝台特急っぽくなりますね。最後に、20軽客車を追加してみましょう。20軽客車は、鉄道博物館開館記念スペシャルセットや、カートレインなどに入っていたものです。違和感なく、つなげることができますね。BB51 にしても、見栄えがとてもいいです。EF58 にしても、見劣りしませんね。EF65 にしても、見ていて飽きませんね。レイアウトを組んでみたので、実際に走らせてみましょう。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。